海への流出量が年間800万トンと言われるプラスチックごみ県内の浜辺にも多くのプラスチックが打ち上げられていて事態の深刻さを物語っています海の底、海底の様子はどうなっているのか神奈川県にある海洋研究開発機構ジャムステックは水深6500メートルまで潜れる潜水船を使って 海底の生物調査などを続けています私たちジャムステックはもう30年以上前から深海にいろんな機械を,を,を潜らせて深海の映像というものを長い間蓄積してますのでその中からそういうゴミが写っている部分というものを切り出して深海デブリデータベースというものを作ったんですね。例えば もともとは生物調査が目的でしたが近年プラスチックごみが世界的な問題となっていることを受けてこれまでの蓄積映像の中からごみが映っているものだけを集めたデータベースをおととしインターネット上で公開しましまたえとこれが実際にですねえ私たちの,その深海デブリデータベースに収録されている映像の一つなんですが。 これは実は1988年、まあ、30年以上前の駿河湾というところの、えー、水深1386メートル、まあ、ほぼ1400メートルのところですねご覧いただいて分かりますようにもうレジ袋がとんでもない量を深海底にあるということが分かると思います30年ぐらい前でもうこのような状態です富山湾の映像もありました これが富山湾ですねこれ2005年か2005年で水深がこれ660メーターのところですで、やはりポリ袋がいっぱいあるというのはわ、えー、かりますねこちらの映像では富山湾に多く生息しているとされる深海生物大口ぼやの隣に プラスチックと見られるゴミが確認できます新海底にゴミがあるかという状況はこの深海デブリデータベースの中で少なくともこのオレンジで色がついたところには少なくとも海底にプラスチックとかのゴミはありますよということです。富山のの深海でもああるる結構ななゴミはあるのかなというふうに想像はできますよね。 富山湾って結構かか、流れてますよね、うん、はい、いいっぱ流流れてます、ね、流れててまますすよね、はい、基本的に河川から流れ出てくる量っていうのは、多いので。ジャムステックでは、今年度から海洋プラスチックを目的としたフィールド調査を始めることにしていて、日本周辺の海の中のプラスチック量を明らかにしたいとしています海と日本。